ソシエダ決勝トーナメント進出。 2-3-4 シーズンも最高の戦いを見せてきた欧州チャンピオンズリーグですが、様々な戦いの中で多くのクラブが決勝トーナメント進出を確定させています。特に私たち日本の星であるタケも決勝トーナメントの舞台へ行くことが決まりましたので、日本人にとっても非常に楽しみな展開となっているのです。そのため今回はチャンピオンズリーグ 3-4 節の激闘を振り返りたいと思います。欧州のナンバーワンを決める戦いを、ここまで戦ってきた勇姿を称える気持ちで、これまでの日々を振り返っていきましょう。それではまずグループ A からどうぞ。まずは順番にグループ A の状況から見ていきましょう。過去の実績や戦力層からバイエル、ユナイテッドが抜けていると見られたグループ A でしたが、2節終了時点ではバイエルンが期待通りの強さを見せる一方で、ユナイテッドが2連敗と沈没し、2位争いの行方がわからない状況となっていました。その後10月末に行われた3節から振り返っていきますが、まず首位バイエルンはアウェーで2位のガラタサライと対戦。新戦力ハリー・ケインがフィットし、ブンデスリーガ無敗のバイエルンと同じく国内リーグ無敗のガラタサライとの両国の名手対決でしたが、先手を取ったのはバイエルンでした。前半8分にレロイサネのカットインから右に展開すると、相手ディフェンダーのスライディング失敗でフリーとなったキングスレイコマンが冷静にシュートを突き刺し、早い時間に先制に成功。しかし反撃に出るガラタサライは28分にイカルディがペナルティエリア内で倒され PK を獲得すると、これを自ら大胆不敵なチップキックで沈め、試合を振り出しに戻します。しかしバイエルンは73分にムシアラの高速クロスからケインがヒールキックの跳ね返りを押し込んで再び勝ち越しに成功すると、79分にはペナルティエリア内左に侵入したケインのマイナスの折り返しからシアラがダイレクトでゴールに流し込んで追加点を挙げ、3対1でグループステージ3連勝を果たし、決勝トーナメント進出へ王手をかけました。そして3節のもう1試合では、直近のリーグ戦で2連勝を飾るなど復調の兆しを感じるユナイテッドがグループステージ未勝利のコペンハーゲンをホームに迎えましたが、試合序盤はコペンハーゲンが前線を見せるもスコアレスのまま後半へ。アンドレオナナ、フェイスガード装着のカミル・グラバラの両守護神が互いに決定機を阻む中、72分にクリスティアン・エリクセンからの高精度クロスに飛び込んだのはハリー・マグワイアでした。ここ数試合で評価を上げつつあるセンターバックの豪快なヘディングがそのまま決勝点となり、1対0と接戦をものにして嬉しいグループステージ初勝利を飾ったのでした。これで3節を終え、バイエルンの一強にガラタサライ、ユナイテッドが続く形となりましたが、11月に迎えた4節では再び波乱が起こりました。まずガラタサライがバイエルンと敵地で対戦、守護神マニュエル・ノイアーも復帰するなど、ホームのバイエルン有利と思われた試合はやはりバイエルンが多く決定機を作りながらも、前半は0対0で折り返します。しかし後半ガラタサライはバルシュユルマズのゴールがオフサイド判定となった一方、バイエルンはマティス・テルラを投入して状況の打開を図ると、80分にヨシア・キミッヒの精密なフリーキックにケインが頭で合わせて先制に成功。さらに86分にはケイン、トーマス・ミュラー、テルの連携から最後は逆サイドでフリーのケインが今日2ゴール目を加えリードを広げ、その後アディショナルタイムに1点を返されるも、頼れるエースの2発で勝ち切ったバイエルンがグループステージ4連勝、文句なしの強さで決勝トーナメント進出を確定させたのでした。同じく4節のもう1試合、未だ勝ち星のないコペンハーゲン、ビッグクラブとしての意地を見せたいユナイテッドとの解体決は見応えある激しい打ち合いとなりました。まずユナイテッドは開始わずか3分に右サイドの仕掛けからホイルンドがファーで合わせて先制すると、28分にはロングカウンターからアレハンドル・ガルナチョのシュートのこぼれ球をホイルンドが詰めて今日2点目をゲット。しかし2点のリードを奪ったユナイテッドは39分、自陣に下がって守備をしていたマーカス・ラッシュフォードのチャレンジが相手の足に入り一発レッドで退場。これで一気に有利になったコペンハーゲンは前半終了間際の45分に1点を返すと、13分も設けられたアディショナルタイムにはさらに PK から1点を加えて2対2とし、理想的な形で前半を折り返します。しかし10人のユナイテッドは後半66分にフリーキックからマグワイアがペナルティエリア内で競り合い、相手ディフェンダーのハンドを誘って PK を獲得すると、これをブルーノ・フェルナンデスがしっかり決めて再び勝ち越し、ただ数的優位で押し込むコペンハーゲンは83分に同点に追いつくと、試合終了間際には若干17歳の新鋭ルーニー・バルドグジが鋭利なダイレクトボレーを叩きつけてゴール。4対3の大逆転でコペンハーゲンは今大会初勝利を収め、グループリーグ突破への望みをつないだのでした。この激戦の4節を終えたグループ A はバイエルンが早くもグループステージ突破を決め、一方で見事な逆転勝利を収めたコペンハーゲンが2位に浮上したものの、3クラブが1ポイント差以内で2位を争う形となっており、次節以降はどの試合も見逃せない状況となりました。強いて言えば屈辱の状況にある最下位ユナイテッドが次節ガラタサライとのアウェーゲームで意地を見せられるかが鍵になると思いますので、熾烈な2位争いに注目していきましょう。続いて冨安健洋のいるアーセナルも所属するグループ B ですが、ヨーロッパリーグとチャンピオンズリーグを行き来する欧州カップ戦常連の3クラブに新顔のランスがどこまで割って入れるかが注目される中、2節ではそのランスがアーセナルから大金星を挙げるなど序盤から波乱の展開となりました。その結果各クラブが1ポイント差で並ぶ混戦模様となったグループ B ですが、気になるその後の3節の状況から見ていきます。まずアーセナルはアウェーでセビージャと対戦、左サイドバックで先発に名を連ねた冨安も高めのポジションを取って序盤のミドルシュートを放つ
など新たな驚きを見せた前半でしたが、試合が動いたのは前半アディショナルタイムでした。ディフェンスからのクリアボールを収めたガブリエル・ジェルスがヒールでの超絶ターンでマーカーを剥がすと、抜け出したガブリエル・マルティネッリへ絶妙なスルーパスを供給。これで独走態勢に入ったマルティネッリはキーパーを冷静にかわしてシュートを沈め、アーセナルがいい時間帯に先制して前半を折り返します。そして後半のアーセナルは53分、左に開いたジェルスがドリブルでペナルティエリア内に侵入し、右足を一閃、程よくコントロールされたシュートはゴール右隅サイドネットに突き刺さり、2対0と突き放しました。その後セビージャもネマーニャ・グデリの強烈なヘディングから1点を返したものの、結局内容で上回ったアーセナルが2対1で勝利を収め、アーベイで貴重な勝ち点3を獲得しました。一方その裏で行われていたのはランスとPSVの一戦。リーグ戦では調子の出ないランスに対し、ピーターボス就任後リーグ戦開幕9連勝のPSVと対照的な両クラブの前半は互いに譲らずスコアレスで折り返しましたが、後半試合を動かしたのはPSVでした。54分、エルビング・ロサーノのカットインから右に展開すると、右サイドで待ち受けていたヨハン・バカヨコがペナルティエリア外からの強烈な左足でミドルシュートを対角に突き刺し先制に成功します。しかし反撃に出るランスも65分に右サイドからの斜めのクロスにゴール前のエリー・ワヒがダイレクトで合わせ2試合連続のゴールを蹴り込むと、その後スコアは動かず1対1のドロー。決着は次節に持ち越されることとなりました。この3節の結果を受け首位に浮上したアーセナルでしたが、続く4節はセビージャとホームで対戦。ただ冨安のプレミアリーグ初ゴールなどシェフィールド戦で大勝を飾ったアーセナルはリーグカップのウェストハム戦、ニューカッスル戦ではリーグ初黒星と2連敗を喫しており、さらにジェルス、マルティン・ウーデゴールラッシュ力が5勝で離脱中と厳しい時間を過ごしていたのでした。そんな不穏な状況の中、我らが冨安も再び左サイドバックで先発を果たしますが、試合はそんな不安をよそにアーセナルが圧倒する展開となりました。自陣に引くセビージャに対しアイプレスからの即時奪回で決め手を与えず、耐えるセビージャディフェンス陣が決壊を迎えたのは29分、フィールド中央のジョルジーノからの芸術的なスルーパスに対し裏に抜けたブカヨサカが中央へ折り返すと、これをセンターフォワードで出場したレアンドロ・トロサールがズドンと沈め、さすがの決定力を見せつけます。これで前半を1対0で折り返したハーフタイムには冨安交代のサプライズはあったものの、後半64分には超絶ウイングマルティネッリのスルーパスからサカが鋭い切り返しでマーカーをかわし追加点を挙げるなど、内容で圧倒したアーセナルが2対0でセビージャに完勝を収め、グループステージ突破へまた一歩前進しました。そして同じく4節ではベースペイがホームにランスを迎えましたが、ベースペイは前半12分に右サイドからのクロスにかつてバルサにいた主砲ルーク・デヨングが頭で合わせて早い時間に先制に成功します。後半もベースペイが立て続けにチャンスを作る中、ランスはイエローカード8枚と苦しい状況の中追加点こそ阻んだものの、結局ベースペイが1対0で勝ち切って前節のリベンジを果たしました。改めて現在の状況ですが、2連勝を収めたアーセナルは3勝1敗の勝ち点9で首位を快走し、痛み明けに終わったベースペイとランスが勝ち点5と首位アーセナルを追う形となる一方、2連敗のセビージャは未だ勝ち点2と後がない状況となりました。次節以降は首位アーセナルが5節でランス、6節でペースペイトと戦うこととなっており、この上位対決がグループステージ突破の行方を決めることとなるでしょう。またセビージャは子供のだといつも強さを見せているヨーロッパリーグすら行けない状況のため、5、6節は勝負の試合になりそうです。そしてこればかりはひいき目で申し訳ないですが、直近冨安が先発の座を奪いつつあるアーセナルには残り2試合でも結果を残してしっかり首位通過を決めてもらいたいですね。今季は久しぶりのチャンピオンズリーグ挑戦ともなったアーセナルがどこまで勝ち進むのか非常に楽しみです。次は過去のチャンピオンズリーグでも圧倒的な強さを誇る白い巨人ことマドリーのいるグループ C を見ていきましょう。ジュード・ベリンガム到来で新時代を迎えているマドリー、そしてさっきチャンピオンズリーグでも飛躍を果たしたナポリの2強が優勢と見られるグループ C でしたが、2節を終えた段階ではご覧の通り大方予想を裏切らない結果となっていました。そして直近の 3,4 節の状況を振り返っていきたいと思いますが、まず3節ではグループステージ2連勝中のマドリーが敵地でブラガと対戦。ブラガはホームといえど勝ち点1を取れれば御の字の格上との一戦でしたが、前半16分に先手を打ったのはやはりマドリーでした。ナチョからのロングフィードを収めたヴィニシウス・ジュニオールが鋭い反転でマーカーを振り切りグラウンダーのクロスを送ると、瞬時に相手ディフェンダーの前に入ったロドリゴが足を伸ばし先制ゴールをゲット。この規格外の2トップが活躍したマドリーは前半を1対0とリードして折り返します。後半も引き続きマドリーの猛攻に耐えるブラガでしたが、61分にはバイタルエリアでボールを受けたベリンガムが丁寧にコースに蹴り込んでマドリーが追加点。しかしそのわずか数分後、ブラガがライン間でボールを受けたアルバロ・ジャロから右サイド中央の揺さぶりでマドリーディフェンダーを完全に崩すと、最後はリターンを受けたジャロがゴール右隅に決め1点を返します。ただその後はカウンター狙いで堅守を築くマドリーの壁を破れず、試合は2対1でマドリーがグループステージ3連勝と圧巻の戦いぶりを見せつけました。同じく3節ではホームのウニオンベルリンがナポリと激突。国内でも連敗続きのウニオンベルリンとリュリガルシア新体制でチームを構築中のナポリとともに今後に弾みをつけたい試合でしたが、前半はホームの後押しを受けるウニオンベルリンが数回チャンスを作ったものの0対0のまま折り返しました。しかし後半チャンスを
伺っていたナポリは65分左サイドで仕掛けたフービチャクバラツヘリアがゴールラインまでえぐってマイナスに折り返すと、ジャコモ・ラスパドーリがダイレクトで合わせて先制に成功します。これで少ないチャンスをものにしたナポリはその後リードを守りきり、アウェーで貴重な勝ち点3を手にしましたが、一方でグループステージ3連敗に加え公式戦9連敗となったウニオンベルリンは辛い状況が続きました。そんなマドリー、ナポリの2強体制が色濃くなった3節でしたが、続く4節ではまずマドリーがホームでブラガと再戦、エルクラシコで見事な逆転勝利を飾った好調マドリーはベリンガムを休ませ、ブラヒムディアスが大会初先発を飾った試合でしたが、先にチャンスを得たのはブラガでした。試合開始わずか4分、ルーカス・バスケスのファールでブラガが PK を獲得し、これをジャロが左隅に蹴りますが、守護神アンドリー・ルニンが完全に読み切りストップに成功。チャンスを逃したブラガはこの代償があまりに大きく、その後ブラヒムディアスのゴールでマドリーに先制を許すと、後半にはビニシウスの超速モーションからのシュート、またロドリゴの技ありシュートで追加点を許し、結局0対3で完敗する結果となりました。一方その裏のナポリとウニオンベルリンの再戦は、スタジアムの後押しを受けるナポリが序盤から攻め立てます。前半28分のザンボ・アンギサのゴールは VAR 判定で取り消されたものの、39分にクロスに走り込んだマッテオ・ポリターノがリフレクトしたボールを胸で押し込んでナポリが先制。しかし後半52分にウニオンベルリンはゴール前からのロングフィードを前線につなぐと、シェラルド・ベッカーのシュートはゴールキーパーに弾かれたものの、こぼれ球をダトロ・フォファナが冷静にゴールを沈め同点に追いつきました。その後は一進一退の攻防が続くもスコアは動かず、結果は1対1のドロー。ナポリはホームで勝ち点1にとどまる不本意な結果となりましたが、ウニオンベルリンはこの試合でグループリーグ突破が絶望的となった一方、公式戦連敗から脱することに成功し、ある意味貴重なドローとなったのでした。これで4戦全勝のマドリーはグループステージ突破が決まり、もう一強のナポリも依然として2位通過の可能性が高いと言えるでしょう。そして次節にはマドリー対ナポリの上位対決も控えていますので、このままナポリが順当に勝ち進むのか、グループ C の2位通過をかけた戦いもしっかり見届けましょう。次は日本の至宝タケが躍動するソシエダも所属することで注目のグループ D を見ていきましょう。さっきファイナリストのインテルに対し他の中堅クラブがどこまで迫れるか注目されましたが、2節終了時点でソシエダが順調に勝ち点を積み上げ首位を走っており、対して勝ち星なしのベンフィカは苦しい出だしとなっていました。そしてその後の 3,4 節を振り返っていきたいと思いますが、まず3節で首位ソシエダは勝ち星なしで苦しむベンフィカのホームに乗り込みました。ベストメンバーを揃えたソシエダは前半から得意のハイプレスとポジションでベンフィカを圧倒し、右ウイングで先発した久保建英も惜しいシュートを数本放つなどキレを見せますが、前半は0対0のまま終了。ただ後半も主導権を握ったソシエダは63分に久保の右サイドから中央のミケルメリーノ、左サイドのアンデル・バレネチアと展開し、最後は走り込んだ好調ブライス・メンデスがチャンピオンズリーグ3試合連続ゴールを押し込み、ようやく先制に成功します。その後70分台にはアーマリ・トラオレ、久保、バレネチアと主力を避け、今季の不安要素となっている試合終盤にハラハラの展開となりましたが、その後リードを守って1対0で勝利を収め、アウェーで貴重な勝ち点3を積み上げました。また同じく3節では国内でも好調のインテルがザルツブルクをホームに迎えましたが、試合はインテルが前半19分にカウンターから左サイド中央と展開すると、最後はヘンリク・ムヒタリアンの斜めのパスに走り込んだアレクシス・サンチェスが冷静に沈めて先制。今大会初先発となった34歳のベテランが健在ぶりをアピールし、1対0で前半を折り返します。しかしザルツブルクも後半57分、ロングカウンターからオスカル・グローフが見事なミドルシュートを突き刺し同点としますが、その後64分にはダビレ・フラッテージを倒して PK を献上。これをハカンチャルハノールが冷静にゴール左隅に沈め再び勝ち越すと、その後ラウタロ・マルティネスのゴールがオフサイドで取り消しとはなったものの、2対1でインテルが勝利をものにしました。これで最有力のインテル、そしてチャンピオンズリーグでも戦える実力を披露したソシエダが2強に浮上しましたが、続く4節はこの2強体制がさらに色濃くなりました。直近のバルセロナ戦では好ゲームを演じながら、またも終盤に涙を飲んだソシエダがホームでベンフィカと再戦。試合はソシエダが前節以上にベンフィカを圧倒し、6分には久保が3人を引き連れてのスルーパスからアイエン・ムニョスのダイレクトボレーのこぼれ球をミケル・メリーノが押し込み、早くも先制に成功します。また11分には前プレーからボールを奪ったミケル・オヤルサバルがそのままゴールを奪うと、21分には右の竹から中央のミケル・メリーノ、そして左へ展開するとバレネチアが切り返しからのスーパーなシュートで前半だけでスコアは3対0。後半頭にはベンフィカもラファ・シルバのゴールで1点を返すも反撃はそこまでで、その後竹がカットインからバー直撃の超惜しいシュートを放つなど圧巻の強さを見せたソシエダが3対1で勝利して勝ち点10を達成します。一方ザルツブルクはインテルのディフェンスラインに攻撃を阻まれたまま前半を終えると、後半もラウタロ・マルティネスにゴールを脅かされる苦しい時間が続く中、81分にはニコラ・バレッラのシュートからハンドの反則を取られ PK を献上。この PK をラウタロ・マルティネスが冷静にゴールキーパーの逆をつくと、これが決勝点となったインテルは1対0で勝利を収め、共にグループステージ3連勝となったソシエダと共に決勝トーナメント進出を確定させたのでした。一方竹の犠牲となってもらったベンフィカ、そしてザルツブルクには申し訳ない気持ちはありますが、グループステージ突破にふさわしい2チームが順当に勝ち上がり
張りを決めたと言えるでしょう。そして今後はソシエダ、インテルの首位通過をかけた戦いが見どころになるかと思いますが、両者は6節にミラノで直接対決を控えており、注目の一戦と言えるでしょう。また改めてソシエダの20期ぶりに果たされた決勝トーナメント進出、そして我らが竹のチャンピオンズリーグ決勝トーナメントデビューを祝したいと思いますが、経験、選手層とビッグクラブにはまだ及ばない彼らがどこまで快進撃を続けるのか、今後大いに期待して見ていきましょう。ここまで全体の半分にあたる4グループを紹介していきましたが、次は日本人選手が所属するクラブが集中したグループ E を見ていきます。いずれも欧州の舞台で知られた中堅クラブが揃うグループ E ですが、2節を終えた時点では悪くない戦いを見せながらも、自力で劣るセルティックが遅れを取り、残り3チームが拮抗する展開となっていました。そして直近の試合を振り返っていきたいと思いますが、まず3節で日本人対決が実現したのはベイエノールト対ラツィオでした。ただ出場停止明けのサンティアゴ・ヒメネスがチャンピオンズリーグ初先発を飾って、上田綺世はベンチスタート。また国内でも依然として波に乗れないラツィオですが、中盤の激しい先発争いの中、未だ序列が微妙な鎌田大地もベンチから出番を待つこととなりました。そんな日本人選手不在の中始まった試合は、ホームのフェイエノールトが強度この力で上回りラツィオを圧倒。特にラツィオディフェンス陣に再三脅威を与えたセンターフォワードのヒメネスは、31分にペナルティエリア内での力強い反転から先制点を奪うと、74分にはこの日2ゴール目を挙げる活躍などでその決定力を誇示しました。結果的に0対3とリードを広げられたラツィオは、試合終盤に途中出場のペドロが PK を沈めるも、反撃はそこまで。フェイエノールトが3対1で上位浮上のための貴重な1勝を得ました。なおこの試合出番のなかった鎌田に関しては、サポーターからも出番を求める声が上がる中、ラツィオ指揮官サンディは、彼は常に私の選択肢だ、彼を頻繁に起用できていなかったのを悔いていると語るなど、攻撃的なルイス・アルベルト、鎌田の併用に頭を悩ませていることを語りました。一方アトレティコをホームに迎え、旗手レオ、前田大然、そして古橋強吾が先発に入ったセルティックは、試合開始早々にサプライズを起こします。前田起点のスピーディーなパスワークでアトレティコディフェンスラインを切り崩すと、右サイドからマット・オライリーとのロングワンツーで抜け出した古橋が名手ヤン・オブラクを破って、今大会2ゴール目となる先制点をゲット。これぞセルティックという美しい攻撃を披露し、格上相手に期待の持てる出だしとなりました。しかしそのわずか数分後に旗手が負傷で涙の退場を強いられるアクシデントが発生すると、25分には PK を献上してアントワーヌ・グリーズマンのキックにジョー・ハートが反応するも、跳ね返りを沈められ試合は振り出しに。ただ、さらにその数分後、ルイス・パルマと左右を入れ替わっていた前田が左サイドで裏抜けに成功してクロスを供給すると、折り返したボールをパルマが落ち着いてゴールに突き刺し、セルティックが再び勝ち越しに成功。奮起を見せるセルティックの姿に勝利の期待がかかる中、アトレティコは後半53分にモラタのダイビングヘッドで追いつくと、ロドリゴ・デパウルの退場で数的優位となったもののスコアは動かず、2対2で試合を終えたセルティックの今大会初勝利はお預けとなりました。これでそれぞれ勝利を収めたフェイエノールとアトレティコが抜け出す形となり、ラツィオは後陣を排すこととなりましたが、続く4節で意地を見せたのはラツィオでした。フェイエノールとの再戦は自軍サポーターの後押しを受け、ラツィオがゲームを支配。右インサイドハーフで先発出場を果たした鎌田も前線からのプレスに奮闘を見せる中、前半アディショナルタイムにはディフェンスラインの背後に抜け出したチーロ・インモービレがゴールキーパーをかわしてシュートを沈め、ようやくラツィオが先制し前半を折り返します。そして後半はフェイエノールともケルビン・ステングス、イゴール・パイシャンら強力なアタッカー陣を中心に徐々にペースをつかみますが、1点のリードを守りきったラツィオが1対0で新勝を収め、前節のリベンジを果たしました。ちなみに上田は後半終盤に登場し、ラストワンプレーで彼らしい強力なヘディングを放つもゴールとはなりませんでしたが、今後のチャンピオンズリーグ初ゴールに期待したいですね。一方アトレティコとセルティックの再戦はセルティックサポーターにとって辛い試合でした。開始わずかの時間にグリーズマンのゴールで先制されたセルティックは、右サイドの前田が攻撃の起点として奮闘していましたが、20分台前半のタックルで足裏が入ってしまい一発レッドで退場。これ以降数的優位を得たアトレティコのゴールショーが始まり、結果的にグリーズマン、モラタが2ゴールずつを挙げるなど0対6の悲惨なスコアで大敗を喫したのでした。こうして 3,4 節を終えたグループ E は大きな順位の変動はなく、4戦無敗のアトレティコが首位をキープ。直接対決を1勝1敗で終えたラツィオとフェイエノールともわずかの差で後を追う状況となっています。一方ここで勝ち点わずか1のセルティックはすでにグループステージ敗退濃厚であり、いずれも惜しい試合内容ながら選手層経験の差が痛感される苦い欧州の舞台となっています。そんなグループ E の今後の見通しですが、フェイエノールトは5節、ラツィオは6節で首位アトレティコとの対戦が控えており、決勝トーナメント進出の行方を決める重要なカードとなりそうです。やはりアトレティコの強さが一歩抜きん出ているものの、グループステージ終盤では鎌田、上田両選手にはぜひ試合への出場と、チームを決勝トーナメントへと導く活躍に期待したいですね。
次は今大会でも死の組として名の知れたグループ F を見ていきましょう。2節終了時点では欧州の舞台で比較的歴史の浅いニューカッスルが首位に躍り出たものの、各クラブが1ポイント差で並ぶ混戦状態となっていることから、今後の展開次第でどこが勝ち進んでもおかしくない状況となっていました。そして引き続き激戦が予想された3、4節ですが、ここでも波乱を生み出すこととなったのでした。まず3節、パリとミランの対戦についてですが、メッシ、ネイマールが去り、指揮官にルイス・エンリケを迎えた新生パリと、今回の補強がハマり新たな進化を遂げるミランとのビッグクラブ対決で多くの注目を浴びることとなりました。しかし試合は予想以上にワンサイドゲームに。まずパリは前半32分、若干17歳の進路ワーレン・ザイール・エムリが自陣からのドリブルでミドルサードを突破すると、彼のアシストを受けたキリアン・エンバペが高速フェイントから間髪入れず右足を振り抜き、ミランゴールをこじ開けます。また後半にはエンバペのシュートのこぼれ球をランダル・コロムアニが押し込んで追加点を挙げると、さらにとどめは試合終了間際の89分、ザイール・エムリが右サイドを攻略して中央に折り返したボールはオリビエ・ジルーの心にくいスルーの後方にいたイ・ガンインが正確なコントロールショットをゴール右隅に突き刺し、自身のチャンピオンズリーグ初ゴールをゲット。スコアは3対0とパリの強力アタッカー陣が猛威を振るい、イタリアの名門を相手に完勝を収めたのでした。もう一方では前節パリに大勝を収めたニューカッスルが最下位ドルトムントと対戦。試合はボールを支配するニューカッスルに対し、ドルトムントはカウンターからの再三決定機を作りますが、前半終了間際にフィールド中央でボールを奪ったニコ・シュロッターベックがマルコ・ロイスを追い越してリターンを受けると、左サイドからのクロスをルーカス・ヌメチャが冷静に蹴り込み、ドルトムントが先制に成功します。これで後半守備を固めたドルトムントは1点のリードを守りきり、アウェーで起死回生の勝利を収めたのでした。こうして3節を終え状況が一変するなど、やはり混戦のグループ F でしたが、4節ではその状況にさらに拍車がかかることとなりました。まずここまで大会無得点で2分け1敗未勝利と苦しい状況のミランは首位パリと対戦しますが、前半わずか9分にコーナーキックからマルキーニョスの落としに合わせたミラン・シュクルニアルのゴールで先制に成功します。しかしそのわずか数分後、ラファエル・レオンの中央突破から左でボールを受けたジルーのシュートは元ミラン守護神ジャンルイージ・ドンナルーマに弾かれますが、この浮き球をレオンが鮮やかなオーバーヘッドでパリゴールに突き刺し、待望の今大会初ゴールで早い時間に追いつきます。その後パリの攻撃を耐えつつ試合のペースを握り返したミランは後半50分、左サイドをオーバーラップしたテオ・エルナンデスのクロスからジルーがヘディングを叩き込んで逆転に成功すると、そのままリードを守り切って待望の今大会初勝利を収めたのでした。また同じ4節でドルトムントはニューカッスルと対戦。直近のディアクラシカーで大敗を喫したドルトムントでしたが、試合は前半26分にマルセル・ザビッツァーのおしゃれなヒールパスからニクラス・ヒュルクルクとの連続ワンツーで中央の堅い守りをこじ開けると、最後はヒュルクルクがゴールを決め先制に成功します。さらに後半にはロングカウンターから抜け出したユリアン・ブラントが一人でフィニッシュまで持ち込み追加点を挙げて、そのまま試合終了。2対0でドルトムントがグループステージ2連勝で戦況を覆しました。先制ゴールを挙げたヒュルクルクは、これは多大な努力によるもの、僕らは確実にこのグループを突破できる力を持っている、そしてそれこそが何よりも重要なことなんだと語るなど、前節に続きチームの熟成に自信を深める大きな勝利となりました。こうして 3,4 節を終え、ニューカッスルが最下位に転落した一方で、ドルトムントが首位に浮上する逆さま現象が起こった死の組ですが、今まで各チーム1ポイント差で並ぶ大混戦の様相を呈しています。そんなグループ F の今後については全く予想できないというのが正直なところで、年内の残り2試合はどの試合も激戦必至ですので、生き残りをかけた死闘の行方をしっかり見届けていきましょう。次はさっき王者シティも入ったグループ G を見ていきます。今季も十分に優勝を狙える戦力を維持するシティ、そしてチャンピオンズリーグ常連のライプツヒの2強体制と目されたグループ G ですが、2節終了時点ではご覧の通りほぼ予想通りの結果に落ち着いていました。そして直近の 3,4 節を見ていきたいと思いますが、まずグループステージ2連勝中のシティはアウェーでヤングボーイズと対戦すると、序盤から試合を支配します。シティはジェレミードク、ジャック・グリーリッシュの両ウィングを中心に何度も決定機を作りましたが、ブロックを築き応戦するヤングボーイズも耐え、前半は0対0で折り返します。しかし後半開始早々に試合を動かしたのはシティで、左サイドでの仕掛けからロドリのクロスに合わせたルベンディアスのヘディングは弾かれたものの、これをマヌエル・アカンジが押し込んで先制。しかしその数分後、ヤングボーイズは自陣からの高速カウンターですぐさま追いつき、スタジアムのサポーターを沸き立たせましたが、65分には PK を献上してしまい、これをアーリング・ハーランドがしっかり決めたシティが再び勝ち越します。その後も攻撃の手を緩めないシティは、フリアン・アルバレスのゴールが VR 判定で取り消されたものの、86分にハーランドがマーカーをかわし、この日2ゴール目となる豪快なシュートを沈めてリードを広げたシティ3対1で勝利、見事グループステージ3連勝を飾りました。またもう一強のライプツヒはツルベラ・ズベズダをホームに迎えましたが、前半12分に相手陣内でボールを奪回するとエミリュ・フォルスベリ、シャビ・シモンズを経由したショートカウンターから最後はダビド・ラウムがゴールキーパーの股を抜き先制に成功。また後半にはシャビ・シモンズの鮮やかなカットインからのミドルシュートで追加点を奪うと、その後1点を返されたものの、最終的には3対1と勝利してグループ2の座を確保しました。戦前の予想通り3節の戦いでは2強がさらに勝ち点を積み上げる結果となりました。
りましたが、続く4節でシティはホームでヤングボーイズと対戦すると、前半にハーランドの PK で先制。その後フィル・フォーデンの個人技が光るゴールも決まれば、さらにハーランドが2試合連続2ゴールとなる強烈な左足ゴールで3対0としてグループステージ4連勝、早くも決勝トーナメント進出を確定させたのでした。それに続きたいライプツィヒはアウェーでツルベナ・ズベズナと再戦。前半早々シャビシモンズの2試合連続のミドルシュートで先制すると、後半にもロイス・オペンダが得点を重ねてリードを広げます。一方ツルベナ・ズベズナも終盤に1点を返したものの、反撃はそこまでとなり、勝ち点を9まで伸ばしたライプツィヒも決勝トーナメント進出を確定。このグループは早くも決着の時を迎えることとなったのでした。このように波乱なしのグループ G は順当にシティ、ライプツィヒが勝ち進み、対してツルベナ・ズベズナとヤングボーイズは共に勝ち点1と苦しい結果となりました。そのため今後の見どころは、ヤングボーイズとツルベナ・ズベズナの3位争いと、ここまで4ゴールを挙げ大会得点王争いに躍り出たハーランドが今後どこまで得点を重ねるかでしょう。そしてペップシティ悲願のチャンピオンズリーグ2連覇に向けた戦いも順調に進んでいますので、気は早いながらも決勝トーナメントの組み合わせがどうなるか楽しみで仕方ないですね。そして最後になりましたが、グループ H の戦いを見ていきましょう。こちらもグループ G 同様、力の差がはっきりとしていた組であり、2節を終えた段階で2連勝のバルセロナが首位につけ、彼らとの直接対決で敗れたポルトも今後の戦いで足場を固めていくことが予想される状況でした。まず3節ではバルセロナがホームでドネツクと対戦するわけですが、主砲ロベルト・レファンドフスキーをはじめ、ガービー、フレンキー・デヨング、ジュール・クンデと離脱者続出で試合へ。しかし選手層にも自信があるバルサは、16歳のラミン・ヤマルや大会初先発のフェルミン・ロペスら若手が主力の穴を埋める活躍を披露しました。そんな前半からシャフタール陣内で攻め続けるバルサは、ペナルティエリア内で鋭い動きを連発するフェルミンが何度も決定機を迎える中、28分に彼のシュートの跳ね返りにフェラントーレスが反応して先制。続く36分はバイタルでボールを受けたフェルミンが強烈なミドルシュートをゴール右隅に突き刺し、ようやく自身のチャンピオンズリーグ初ゴールを挙げて、バルサがリードを広げたことで前半を2対0で折り返します。しかし後半はドネツクもバルサの一瞬をつくカウンターから一矢を報いますが、反撃もそこまでとなり、バルサが2対1でグループステージ3連勝を収めました。また同時刻に行われたアントワープとポルトの一戦は、敵地に乗り込んだポルトが格の違いを見せつける試合となるわけですが、後半に入るとポルト攻撃陣が爆発。特に46分に相手ディフェンダーの股を抜く同点ゴールを決めたエヴァニューソンは、69分にミドルシュート、さらに84分にはループシュートで得点を決めるなど決定力が冴え渡り、この試合ハットトリックを達成。最終的に4対1でポルトがアウェーで快勝を収め、グループステージ突破に前進しました。これで当初の予想通り2強が浮上した3節の戦いでしたが、続く4節では番狂わせが発生。直近のリーグ戦ではマドリーとのエルクラシコでまさかの逆転負けを喫し、続くソシエダ戦ではなんとか逆転勝利と慌ただしい試合が続いたバルサでしたが、ドネツクとの再戦で敵地に乗り込みました。しかしそんなラリーガの激戦続きで気が抜けたのかも分かりませんが、前半にドネツクに先制を許したまま試合を終えると、スコアは0対1、今大会初黒星となりました。まさかの敗戦を喫したバルサに対し、ドネツクはグループステージ突破の望みをつなぐ貴重な勝ち点3を積み上げました。一方アントワープをホームに迎えたポルトは、前半32分にエヴァニューソンが PK を沈めて今大会4ゴール目を挙げると、後半アディショナルタイムにはポルトディフェンダーペーペーが打点の高いヘディングからダメ押しのゴールを決め2対0。ちなみにこのレジェンドディフェンダーのゴールはフランチェスコ・トッティの記録を更新する40歳と254日でのチャンピオンズリーグ史上最年長得点記録となる記念すべきゴールだったそうで、勝利とともに歴史に名を刻むこととなりました。こうして4節終了時点ではつまずいたバルサにポルトが勝ち点9で並び、勝ち点6のドネツクがその後を追いかける状況となったグループ H ですが、最後は果たしてどうなるのか。続く5節ではバルサとポルトの首位攻防戦が控えており、主力も続々と復帰するバルサがホームで本来の強さを見せることができるかに注目が集まっていますので、グループ終盤の首位通過をかけた彼らの熱き戦いを最後まで注目していきましょう。ここまでご視聴いただきありがとうございます。サッカーファンを魅了してやまない欧州の最高峰チャンピオンズリーグの 2-3-2-4 シーズンにおいて、グループステージ中盤戦である 3-4 節の状況を振り返ってきましたが、いかがでしたか？すでにバイエル、マドリー、インテル、シティといった強豪たちが順当に決勝トーナメント進出を決めましたが、ここに我らが竹をするソシエダが早くも名を連ねたことは嬉しいサプライズであり、感慨深いものがありますよね。一方でセルティックは残念な状況となりましたが、日本人選手たちが所属するアーセナル、ラツィオ、フェイエノールとも今後彼らに続く可能性があり、いよいよ佳境を迎える5、6節は絶対に目が離せない状況となっています。そんな夢の舞台で戦う日本人選手含め、今後のグループステージの状況、また決勝トーナメントの行方までしっかり追いかけていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。クラックフットボールではこれからもチャンピオンズリーグの行方は最後まで追いかけていければと思いますので、よろしくお願いします。また各国のリーグ戦に関しても取り上げていますので、気になる方に関しては他の動画も見ていただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。